中仙道うぬま塾町夜間は、岐阜県各務ヶ原市、うぬま西町1丁目116番地産にある文化施設。中仙道うぬま塾の旗を、絹屋として営業していた建物である。2006年には、各務ヶ原市が絹屋を購入し、2008年5月24日に、中仙道うぬま塾町夜間が開館した。敷地は972.76平方メートル。 前提と中庭と三つの建物で構成されており、三つの建物は登録有形文化財。2008年4月1日には、各ヶ原市景観重要建造物に登録された。絹屋は、江戸時代後期の1864年以前に開業した旗子である。明治維新後の1883年には、旗子から宇沼駅三島郵便局に転業したが、 1891年の農美地震で倒壊した。1907年に母屋が再建され、1964年まで再び郵便局として使用された。木造2階建て、平い入り母屋作り瓦原吹き屋根である。玄関と土間と和室は展示室となっており、うぬま塾の資料の展示と観光資料の閲覧ができる。大正昭和初期の養蚕小屋。木造2階建て、 対来力妻造り瓦原武屋根である。昭和初期に中仙道大田塾から移築された建物。木造一階建て、妻入力りり妻造り瓦原武屋根である。和室は会議室として利用が可能である。ありがとうございます。